室内でダウンを着ている。シーンで買ったダウン、シーンのダウン、おニューダウンを今日初めてかな、2回目だ。おニューのダウンを見せたくて、そして普通に寒いから着てる。部屋が温まってない。もう外寒すぎて1時間ぐらい歩いた気がする。手が下焼けになりそうだからハンドクリーム、手袋も持ち歩いているのに使わない。結局携帯触っちゃって手がめっちゃ冷たい。冷蔵庫で冷やしたぐらい冷たいですね。かわいいよね、シーンで。なんか去年ぐらいからかわいいなって思ってたんだけど、かわいかった。届いて決意ができて、やっと買う買わないの予想通りのかわいさ。公園の蹴りを見て気になってきました公園の蹴り、公園で私蹴るっけ、誰かのことあったかい。これの中にさらに、今はちょっと着てないけどインナーダウンを着たら完璧です。ユニクロの。新潟は今日ね、発泡スチロールみたいなのがめっちゃ降ってました。新潟では発泡スチロールが定期的に降ります。発泡スチロールと呼んでます。私は丸い玉を、あられなのかな、本当に丸い玉が降ってくるの、めっちゃ大量に粒々が、ビーズクッションのビーズみたいな。白い妖精、ストリートっぽい。高い。新潟最高気温、最高気温2度ってやばい。あ、カイロね、カイロ持ってなかった、今日忘れてた。持ち歩いたりすることもあるけど、持ち歩いた時に限ってさ使わなくて、ない時に限って欲しくなる。祝福何これ、レッドカーペット。乾杯。珍しく炭酸飲んでる。どの寒さにぴったりの場所、そうなの、これ買ってからさ、新潟耳が寒くて、耳温めるとだいぶ外歩いてる時違う。風が強くて今日特に寒かった。ふわふわ。エアコンとステーブつけて暖房フル稼働中。私は暖房つけてエアコンつけてまだ温まっていない。お家では半袖、寒い。ヒートテックでは全然過ごす。お風呂上がりずっとヒートテックでいる。寝る前にパジャマ着る。ダウンかわいい。髪が暗くなったからより映える。クマありがとう。雷になるとよくってくる。あ、そうなの。なんなんだろう、あれ。あられか。あられだとは思うけどさ、新潟でしか見たことない、あの玉。新
新潟で初めて発泡スチロール体験した。え、私もびっくりした。新潟来て初めての年めっちゃ発泡スチロール降ってて、これ何みたいな、異常気象みたいな、めっちゃ携帯調べて、え、新潟やばいみたいな、変やばいやつ降ってくるみたいな思ってたけど、なんか毎年降ってくるから正常でした。いい、埼玉で見たことない、あの玉。確かに今日凍ってる系の地面だった、怖かった、階段降りるのも。今日はこけなかった。え、本当？私来てないんだけど。配信やめた方がいいかもしれないな。私の携帯遅いんだよね、来るの。晩ご飯はこれからです。今日はちょっとね、頑張る。食材をめっちゃ買ってきた。石川県の方だけ来たんだ。いや、余震なのかな、続いてますよね。大丈夫？みんな新潟は多分揺れてないかも。ポトフいっぱいある、大量に。多分4日ぐらい持つ。3日かな、3日ぐらい持つ。へえ、こじゃくって本当に体験することない揺れだから、余震とはいえ怖いよね。気をつけてください、皆さん。来た人もいるのか。じゃあリアルタイムで皆さん一番ね、安全第一でお互い気をつけましょう。あ、埼玉も風強いって言ってたな、昨日今日だっけな。めっちゃ強いんでしょ風。新潟より強いって聞いた気がする、関東。サロンユナコじゃないです、新潟サロンです。もうそろそろ外さない、外す。でもまだ1ヶ月経ってないぐらいか、もうちょっとで1ヶ月ぐらいか。昨日ね、配信じゃなかったロケでね、駄菓子屋さん駄菓子を購入して持って帰ってきたんです。それの紹介を今日するついでに、夕飯前のにお菓子をつまむっていう小学生以来のことをしてみる。やばい、懐かしすぎる。きびだんご、これが一番好きだった。これいくらだったっけな、昔。これやばい、泡玉。え、知ってない、知ってない、知らない。これもめっちゃ好きだったんだよ、私10円ぐらい。え、きびだんご初めて見たの。嘘でしょ、駄菓子屋。え、きびだんごばっか食べてたんだけど、なんかもっちりした羊羹みたいな、甘いもっちりしたやつに透明の紙がついてて、紙ごと食べれるんです。明日は晴れるらしいね。明日晴れるの、新潟嬉しい。全部溶けそうだね、今日のやつ。
そうシュワシュワの。埼玉にしか売ってなくないよ。え？これ新潟で買ったよ。買って。埼玉、昔は埼玉にしかなかったの？新潟に届いてなかったが。これはもうさ、私の大好きなやつだよ。もうなんか見た目がもうなんていう子供心をくすぐるやつ。これめっちゃ好きだった。これも毎回買ってた。あとこれも毎回買ってた。ちょっとパッケージ進化してるけど、モロッコヨーグルト商品名。その頃商品名全然知らずに食べてたけど、なんか固めのヨーグルトのなんかカスみたいな。これもめっちゃ美味しいの好き。え、最近新潟に来たのか。ガタフレの駄菓子会を思い出す。私も思い出した。それロケしてて、うまい棒を30本ぐらい買うやつ。なんだっけな、いくらでどれぐらい大量に買えるかみたいな値段設定決めて、それで大量に 買った人が勝ちみたいなやつだったっけ。私が思いついたゲーム、それでうまい棒を大量に買うっていうやつだっけ。駄菓子屋さんでお買い物するの上手そう。上手そう。モロッコヨーグルト知ってる？キャラクターあるよ。給食争奪戦。懐かしい。ちょっと夕飯前なんですけど、今ご飯炊いてるて。夕飯前に。飲み食い。夕飯前駄菓子食べてたな。てか私かお菓子めっちゃ好きで、お菓子超食べてた。だから太ってはいないけど、その分動いてたか。今やったら絶対太る。でも小さい頃って本当に夕飯前のおやつが美味しかった。じゃーん。こうシュワシなんかしサパスパサパワサワサした感じなんですけど、いただきます。ん、懐かしい。絶妙にねヨーグルト風味って感じなんだけど、口に入れた瞬間すぐシュワってなくなるんだけど、スフレみたいな感じ、噛んだら消えるみたいな。なんとも言えないこの食感が本当に大好き。うまっ。あ、そう、ちょっと酸味、後味酸味があるやつ。雪に見える、確かに。やばい、懐かしい。これめっちゃ大量に欲しい。小さい頃足りないって思ってた。うまっ。でもこれは好き嫌い分かれそう。食感がね不思議だな、本当に。え、懐かしい。うまーい。パンに塗ってトーストするとおいしい。え、おいしそう。シュガートーストみたいになりそう。ダウン着てモロッコヨーグルトを食べてるとき、まさに冬の予選。確かに。え、きびだんごも食べちゃおうかな。え、これ知らないのみんな。
知らない人のために。北海道のなんだ。埼玉でもよかかった。中はね、あ、そう、これ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 、こう箱が開くと中に、見てこれ、一見取らなきゃいけない紙に見えるじゃん。これ食べられんの。特に味はしないんだけど食べられるんです。いただきます。自分にくっつく。うん、やばい、今小学生、小学生の頃の記憶がめっちゃ苦手、固い、寒いとこに落ちてたから。うん、めっちゃ、弾力っていうかチューインガムみたいな感じ、噛み応えすごい。うん、これこれ、ちょっときな粉っぽい味なんだよね、ねじりきな粉みたいな感じ。これチンしたら美味しそう。桃太郎本当に美味しいの、これ。どこの駄菓子屋さんか楽しみにしててください。そうそう、原材料水飴、うん、きな粉、うん、砂糖、粒あん、うん、水飴ときな粉だね。おいしい。そう、昨日ロケで買いました、きびだんご。硬いから気をつけて、歯取れないように私でも取れそう。もう寒いから硬くなってる。夏はこんな硬くない。甘くないよこれ。全然砂糖の甘みない。大豆きな粉が強い。これハマるよ。きな粉好きには止まんない。私ねじりきな粉大好きなんだよね。まだ入れ場じゃありませんすいません。ウッピーラムネも置いてあった気がする。きなこ棒みたいなんですけど、私もきなこ棒はいまだに買う。100均とかで、100均にも駄菓子コーナーあったりするじゃないですか。いまだに買うね、きなこ棒は。無性に食べたくなる。夕飯前なのにこれも食べちゃおうかなって思ってる。食べよう、ね、駄菓子って怖い。この頃カロリーとか気にしたことなかったな。今も駄菓子はなんかカロリー気にせず食べれちゃうわ。久々に食べてるけど、なんか子供の頃思い出す。気にしないで食べちゃう。カロリーあるんかな、だったらして。ちょっと朝ね、
これハサミじゃなくていける、思い出した開け方。今ハサミで切っちゃったけどさ、歯にこれ挟んでぐるぐるぐるってやるとやっぱ垂れてるってやると切れるんだ。今思い出した、忘れてた食べ方。いただきます。飛び出てきちゃった。ほんのり甘いシロップ系。え、こんな味だったっけ。きな粉食べた後だからかな、甘さ控えめなんだけど。凍らせても美味しいやつ。ポキポキアイスのやつの味。今写真撮ろうと思ったのに食べちゃった。まだ間に合う。懐かしいの食べてるでしょ。何味なんだろう。味変わらないんじゃない、全部シロップと同じなんじゃない。懐かしい。やば、駄菓子ってなんかお腹にたまんないから全然いくらでも食べれちゃう。何とかして今自撮りします。うん、これは水分補給です。高そうなダウン、シーンのダウンです。このダウンで後で なんかこんな食べるの難しかったっけ。食べ方合ってる。爪に巻きつける。総量少ないから0キロカロリー。これから夕飯、全然夕飯食べれる。おいしい。お小遣いでさ買ってたの懐かしいな。300円とか400円、500円以内とかで修学旅行のお菓子を300円で買うの得意そう。え、確かに得意そう。私量で行きそう。私ごちそうさまでした。駄菓子3個食べたのに何も食べてない。お腹してる。部屋が寒いというよりはダウンを見せたくて着てます。でも普通に寒いですね。部屋ダウン着てもちょっと寒いわ。これが夕飯じゃないよ。これから食べる。昨日娘に死んでお洋服買ってあげた。優しい。びっくりだよね、安くてね。でも値段じゃなくて気持ちだから。プレゼントは本当にそう思う。
私もっていうか本当にそう思う。値段より気持ちいい。だからプレゼント買うときはそんな値段気にしない。高い安い、まあ、安ければ安いほどそれはいいけどでもちゃんとその人にあげたいものを選んで、値段は後から。めっちゃ安かったとしてもそれがめっちゃ安くあげたかった、それにするし、安すぎちゃったかなとかもう思わないいいのか悪いのか分かんないけど、それは赤ちゃんみたい。うまい棒の味は、うまい棒はシンプルに白いチーズかな。あれも好きだった、たこ焼きだっけ。辛いのはね食べれなかった。かわいいでしょ。だん夕飯はね今下準備だけして配信始めてるから、終わったらちゃちゃちゃっとやって、今日はちょっと凝ったやつを作ろうと思ってる。赤そうなだろ。そんなことないよ、ま、全然本当にそんなことない。めっちゃ可愛い、ありがとう。いいね、お小遣いナスもらったらすぐ使えますか。私小遣いもらったらすぐ、いや子供の頃はすぐ使ってたな。お年玉は貯めたけど、お小遣いはさその時友達と遊ぶためにもらうからさ、駄菓子屋さんとかでさ全然すぐ消費してた。帽子はあのビルボに売ってますよ。ビルボで買った。ビルボのアビ X、 これなんて読む、多分みんなわかる、ちょっと読めない私。ワークマンの段いいね、あったかいの。コンポタも好きだったな。てかコンポタのお菓子好きだった、あの丸くて穴開いてるやつ、あれ永遠に食べてた。最近はお菓子そんな食べないな。せんべい結構食べるな。かわいい、ありがとう。気球前棒、え気球前棒いけそう結構。でもやっぱ白の銀のパッケージのチーズが一番好き。娘が551の肉まんお土産で持って帰ってくるから待ってる。え最高。大阪のお土産の一番嬉しいのって結局551なんだよね。え551全国にさ、新潟にできてほしい。アビレックス、アビレックス待ってた。外で配信してるかと思った。確かに外で配信してたらもうこんな風強すぎて、今は落ち着いてるかな。アルビの選手が公園に来てたんで遠慮してました。いやそうなんですよ、あれそう本当に知らなくて、来ることも撮影が入ることもほぼドッキリみたいな感じだったんですけど、だから本当にびっくりして、動画が出るまではなんで私のうちは持ってたんだろうって、もうはてなはてな、でも嬉しい、私の推し増えたみたいな感じだったんだけど、動画 YouTube にアップされてて見た、今日見た全部、めっちゃ面白かっためっちゃ面白かった。なんか自分のことを好きになってくれるまでを
知って気になって好きになってくれるまでを見るってさあんまないじゃん。気になっておしゃべり会来てくれて言葉でそう今に何々見て好きになったんだよねとか聞くけど、その経緯を全部見るってめっちゃ恥ずかしくて、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かった。なんか自分の名前出てるからか分かんないけどすごい普通に笑った。顔が好き、もう笑った。いや全然嬉しいです全然褒め言葉。まあまあ中身知らずにあの見に来るってやつだったんですもんね。でもなんか最初はなんかすごい緊張してて固かったんですけど、だんだんなんか劇場の雰囲気飲まれて、ちょっと本当にファンの人にめちゃくちゃ馴染んでる感じが、これもうしっかり声出てる、だんだん後半についてめっちゃ声出てるですよ。それがめっちゃ面白くて、めっちゃ面白かったから動画見てほしいです。しかも最後ちゃんとさ NGT48 気になった方はチケットセンターこちらみたいなのまでついてて、こんな企画としてちゃんとやってくれるのに事前に知らなかったの逆にびっくり。でも その方がなんかファーストリアクションだもんね、メンバー側も。本当に知らなかったんですよ、いることを。谷口選手ミックスうまかった、ミックスうまくてめっちゃ笑った。高校時代ももクロさんが好きでみたいな、夜中まで友達と練習したみたいな。でも確かにファンの人ってミックス当たり前のように言ってるけど、あれってどのタイミングで練習したかめっちゃ気になる。練習してる姿をさ想像したらめっちゃ可愛いんだけど、ファンの人が。どうしよう、中身知られて支援されたら。全然あるなちょっとまた来てもらえるように頑張ります。今度はもうプライベートでもう普通にチケット申し込んで来ちゃいましたみたいな。でもあの谷口選手の方、谷口選手って合ってますかの方は一回実は来たことあるみたいに、それも本当に知らなかった。知ってたのかな。私は山ここで覚えました。最高かやで覚えたって人確かに多そうだな。私は山ここでセンターをや黄金センターなんだっけ名前、目指せセンターだっけ、黄金センターだ。でミックス覚えなきゃいけなくてめっちゃ頑張って覚えた。めっちゃ大変だった。だから最後まで覚えてなかった気がする。今となっては覚えてるけど全然ちゃんと言えてなかった。山ここやってた時はファンの人すごいって思ってた。自信持って、自信持ちます。一緒にコールしたいっすそのうち今ファンの人が今見てるみんな劇場来た時隣にあの谷口選手あのいるかもしれない。谷口選手と阿部選手が私の推しの方ですよね。で、谷口選手が
マリナとあとアルビ、アルビレックス新潟の全体の推しはもう公式の推しはナナミ。本当に面白かった、なんか想像の倍面白かったのリアクションが。最初レイニャーって呼ぶのが恥ずかしくて、お互いレイニャーみたいな言ったらスタッフさんがもっと大きい声でみたいな。スタッフさん結構スパルタで、あのもうめっちゃ面白かった動画として。隣にいたらびっくり、めっちゃ面白いけどな。試合前日にプライベートで公演みたいな。なんか話題になりそう。面白い。想像したらなんか嬉しい気持ちもあるけど、すごい動画が面白くて面白い気持ちが勝っちゃった。こうやって好きになってくれるんだみたいな、いろんな入り方があるよね。公演見てパフォーマンスでとか、それこそ顔でとか、とりあえず顔で入ってちょっと違かったとか。みんなは、私何で入った？存在。爆笑、嬉しい。存在でビビッときた。胴体受け入れます。受け入れますじゃないのよ、それは受け入れてもろて。周年は日向の、そう日向のお二人が来てくださってました。周年オーラすごかった。なんかオーラすごい、日向の二人身長も高いし、ぜひサッカー観戦もしてみて。いやそうなんですよ、いやちょっと本当に行く詐欺、行きます詐欺してて、ちょっと本当に来てもらったからにはちょっと行きたいし、行かなきゃだし、行きたいなって思いました。めちゃくちゃ顔です、正直。まあ顔も嬉しい、普通にシンプルに嬉しい。劇場のパフォーマンスから入りましたがちです。疑ってないよ。嬉しい、劇場のパフォーマンスっていうのがね、人が多いかも。結構ガタフレも嬉しい、多い。劇場公演見ためちゃう人多いと思う。確かに顔で気に入った推しは一人もいなかったけど、気づいたら全員可愛かった。うん、みんな、うん、それはめっちゃ DD やん。まさに DD。 ビジュアルとパフォーマンス嬉しい。ハート同盟、あ、推しと仲いいからそのメンバーも好きになるっていう場合もあるよね。ありがとう。画面でたまたま見つけて話したら気になっちゃいました。え、ちょっと待って、今気づきました。へえ、びっくり。そう、ドカメンで話して、待って、めっちゃ面白い、ありがとう。また劇場来てね。最近来てくれるもんね。え、嬉しい。ラーメン部のロケから、ロケでたまたま会ったんです。ちゃんと覚えてる、あの日のこと。昔からレイちゃんのパフォーマンス本当に好きなの、嬉しい。ご飯炊けたよ、ご飯炊けたよ、本当に炊けた、めっちゃいい匂い。レイちゃんのパフォーマンスリバイバル公演から、嬉しい。公演からが多い。カレー辛くて泣いちゃった子を見てきた。かわいい。それ同情。
目惚れ。パジャドラの純情主義、パジャドラの純情主義しびれます。私パジャドラからも結構多かった気がするな、離れちゃった人も多い気がする。そこまで遡ると、ありがとう、ずっと好きでいてくれて。概念、概念が好き。また存在とは違った深みがある。レイニアが NGT で一番好きな顔、やっぱ顔、顔、顔はいいんだよな。キャラがちょっとナルシストキャラになっちゃった急に。でも私本当に顔変わったと思うんだけど、何があったのってぐらい。まだのさ、卒業前の DMM セレクトで、あの過去の DMM はリバイバルみたいな感じの企画、毎回卒業メンバーがやってるんですけど、夢シュナをやって選んでくれてて、マナの初日それで見た自分、なんか本当に幼いし顔丸いし別人で大人になったなって感じたのと同時に、本当に個人的に思ったのはアンジュの顔の強さ。なんかその頃から可愛いと思ってたけど、その頃気づかなかった可愛さに改めて今見て気づいた。同い年で、あの年齢で17歳とかかな、あの時それであのルックスとあの喋り方と立ち振る舞いと、あの時は本当に気づかなくて、なんかちょっと生意気とかクソガキとか言われてて、それも確かにあったけど、今見るともうなんか本当に可愛すぎてびっくりした。アンジュがずば抜けて可愛かったんだけど、みんな可愛いけど、もちろんこれ同い年やばって思った。アンジュに言ったらちょっと調子乗るからあんま言えないんですけど、すぐ調子乗るからアンジュそれが可愛いんだけどね。え、ほんと？いや、なんか私ほんとにね、なんか大人っぽいんだよねとか言いそうまんざらでもないかも。アンジュに会いたい、アンジュにこの話したい、絶対絶対喜ぶ。なんか本当にびっくりしたんだよね、あの年齢でっていうギャップに。めっちゃ語っちゃった、アンジュの熱。のえちゃんと仲良しで握手会行ったのがきっかけ。嬉しい。確かにのえのファンの人、私のこともね、すごいなんか妹のようにのえが見てくれたから、ファンの人もすごい私のことを見てくれてる感じして、すごい嬉しかった。なんか心配されてるレイノエの隣にいるセイジ大丈夫そうみたいなもあるかも。私の隣にいるノエピー大丈夫そうって私も思ってたかも顔褒められるのが一番嬉しそう、わかる。青春時計のセイジレイナーが決定的。セイジレイナー会いたかったの替え歌、会いたかったの替え歌やったのやばくないですか。秋元先生が書いたあの AKB48 グループの代表曲の替え歌、私がしていいんですしたんでしょうか。本当にあれすごいすごいことしてた、マジで美人よ。いや私正直ね気づかなかったんだよね、アンジュのは可愛いと思ったけど、やっぱ同い年で学校も一緒でっていうので、なんか友達みたいな感じになっちゃってて、アンジュのね美しさにねちょっとその時今ほど気づけてなかった。本当に夢シナのアンジュ可愛すぎてびっくりする。なんか結構みんな若いなとか、あこの頃より垢抜けたかなって思うことが多かったけど、アンジュだけ変わってなみたいな。ようやく顔に年齢が落ちた感ある。確かにいつもナルシストっていじられた気がする。あのねコンフェッションのメンバーの MC の内容もちょうどお互いを褒め合うみたいな MC で出てた、アンジュのナルシスト。いいキャラしてたわ。今ナルシストキャラいないよね。
キャラとか言っちゃうけど、なんか HKT でいうなんかジーナさんとか。でもアンジャはまた違ったな。ナルシストってさ、すごいさ、私好きなんだよね。謙遜するよりもさ、すがすがしくないですか、実際可愛いかったりすると。上沼のマドンナ上沼のマドンナってさ、誰が癒しめたんだろう。壁は毎日最高でした。本当心配されてなかったかな。昔に比べていい意味で最近気になる存在。レイニアのダンス姿勢ビブラート魅力に感じました。嬉しい。姿勢誠意とかの姿勢、それとも姿勢の良さ。昔からレイちゃん気になっていたけど、喋り会話してから言われたくなった。嬉しい。なんてこった、パンナコッタ、イエス、レイニャ。4月の19日生まれ、埼の国埼玉出身。いつも膨らんでる、ほっぺはずっと愛らしい。あれ、ナルシスト入ってる。そんな上手に、歌詞忘れちゃった。ちょうど昨日その動画見てた。え、政治霊なの。その前がクラスメートが好きになった恋愛ストーリーみたいな話めっちゃロマンティックに言ってくれる。リリカさんも近い。え、リリカってナルシストなの。レイニアナルシストキャラ目指す。いや、なんか全然なれるんだけど、ナルシストになってって言われたら、なんか私がナルシストになると、なんか本当になんか近寄れない存在になっちゃいそうで、ちょっとなんかなんだこいつ感出そうで、ちょっとやめときます、隠します。隠れナルシストが一番ガチ。でも私本当にねえ、ナルシストは本当に自信満々だけど、私全然もうこう本当に波があって、え、なんかめっちゃ可愛いかも私って時と、でも本当にブサイク、え、なんでこんなブサイク、もっとここだったらもう本当に嫌だ、涙みたいな時もあって、本当に情緒そんな感じ。自分の顔嫌で泣いたことはあるし、多分みんなあると思う。私があるってことはってわけじゃないけど、それぐらい見られる仕事って結構繊細になっちゃうんですよね。携帯サイで、ああ、その手なかった。いいね。カード、消しゴムのカード、孤独の存在。ん？今何の存在？美しい着物の歌詞、超ナルシスト。もう、本物のナルシスト。今ナルシスト誰だろう？誰だろうって探すのもちょっとやめとくわ。アンジュ以外そんなズバッと言えない。アンジュです。アンジュは。おそらく日本一ナルシストです。本当にね、気持ちいい見てて。アンジュになりたいって多分一人一回は思ったことあると思う。アンジュのそばにいる人、私も本当に思ってた、何回も。アンジュになりたいって学校の同級生だから。本当にすごいのよ、コミュ力とかも。クラスの人気者だったもん。私、2年間マジで友達一人もできなかったんですけど、
修学旅行ここでやっと馴染めて、でマジその頃にはもうクラス1の人気者ぐらい、なんかなんでそんな馴染めるのって思うぐらい。アンチの教室行くとも人めっちゃ周りにいるみたい、なんかアンチ呼べない、友達とかいすぎて周りに、アンジュ、アイナ、アイナ行こうみたいなアンチュ大丈夫そうだねみたいな。自分の顔で泣いたことなくて私って幸せ、逆に確かに気にもしてないってことイコール、え、確かにその方が幸せかも。気にする方がさ嫌だよね。めちゃくちゃそういうことできるのがまずやばい。マジでなんか羨ましかった。私も友達欲しかった、いっぱい。最終的にはまあできたけどさ、今連絡し取ってる人一人もいないし。ちょっとな、もうちょっと頑張れたな。今だったら頑張れる。そういうことばっかりだよね、学生時代って。本当に私話しかけるなオーラがねすごかったと思う。私そんなつもり一切ないんだけど、もう授業終わったらすぐなんかもう話す人いないから、か携帯いじるか廊下でアイナと喋るかみたいな。人見知り全開そう、修学旅行でクラスって動かなきゃいけない時間が絶対あるから、その時に友達な仲いい女の子グループに入れてもらって、そう本当はさ、なんか話しかけたかったけど、なんか話しかけていいのか分からなくてみたいな言われて、え、そうだったのみたいな。私は本当に勝手にすごいなんか壁を作ってたんだって自分がって思って、まあ修学旅行楽しかったから全部それでチャラになった。2年間は本当にずっと座ってたけど、修学旅行デビューした、急に学校楽しくなって、高3はねめっちゃ楽しかった。音楽なんだっけ、なんかライブみたいな文化祭のライブとかめっちゃ盛り上がってた急に高3デビュー高1高2の時はもうその音楽のライブの場に行きもしないけど、高3で楽しくなってめっちゃ盛り上がって、ライブハウスみたいな感じでフーフー光る電球の飲み物飲みながら流行ってた。でも本当高三だけでも仲良くなれて幸せでした。いい思い出です。しかも話してみたらみんな本当にめっちゃいい子だ、優しかった。話さなきゃ分かんないよね。がいたのが本当に救いだったな。ずっとアイナといたもん。それが逆になんか NGT が固まってるみたいな感じで思われて話しかけづらかったのもあるかもしれない。ていうかなんで同じクラスじゃなかったんだろう、アイナと。3年間一緒にならなかった。先生ちょっと読んだよって思ったけど、それはそれで逆に良かった。今考えたら
修学旅行もう一回行きたい。民泊めっちゃ楽しかった。民泊のお父さんとお母さん元気かな。一緒にサーターアンダギー作ったな。ソーキそばも作ったな。一緒に海行って、海風で帽子飛ばされて騒いで、お母さん助けてって言ってみんなでワハハハって笑ったな車乗るたびに毎回チョコくれて、5分に1回ぐらい、もうレナチョコ食べるかって言って、気づいたらチョコがもう20個ぐらい溜まっちゃってたの。懐かしいなあ、お父さんさっきももらった。あ、じゃあいただきます。もうレナチョコ食うかあ、20回、あ、いただきますめっちゃ可愛かった。一生チョコ渡してくるお父さん、チョコお父さんだって。アイナとめっちゃ爆笑してた、裏で、後ろで、後ろの車、お父さんお母さん、アイナレイナ、もう2人の民泊の女の子って感じだったんだけど、ちょっとこうやっても爆笑したら嬉しいかで、アイナまたチョコくれたんだけどって何個目、1,2,3,4,5,6,7,8 めっちゃ楽しかった。めっちゃ優しかった本当に。もう一回会ったら家族だから、いつでも帰ってきてねって。イチャリバ町で、イチャリバ町弁町でっていう、イチャリバ町でっていう沖縄弁があって、一度会ったらもう兄弟みたいな、なんかそういうこと言葉があって、その話を10回ぐらいされた本当に可愛かった。しかもさ、その繰り返す話が毎回初めての話し方でさ、めっちゃ面白かった。民泊なのに新しくて、家がなんか古民家っていうもん、なんか洋室だったんですよ。それもめっちゃ良かった。いや、一滴もお酒入ってないです。本当に天然なお父さんなの。え、かわいい。ロケ行きたい。え、ロケ行きたい。え、絶対ロケの取れ高 100% だ。私の民泊のお父さんお母さん、なんかお腹空いてきた。サーターアンダギー食べたくなってきたまたチョコくれる絶対くれるしかもさ、なんか普通の日本のチョコじゃなくさ、銀のさ、銀紙になんか栗みたいな形で、こうクリームみたいな形になったさ、アメリカのチョコみたいなの分かります？ちょっと癖のあるチョコ、それなんだよね。それを大量にもらって、今日沖縄20度、え、やば、みんなで沖縄行こう。明日から沖縄どう？明日から3ヶ月ぐらい沖縄行かない？お腹空いてきた。そろそろ夕飯の支度をしたいと思います。皆さん、そろそろ終わりにします。ありがとう、私の懐かしい話聞いてくれて。アンチュが可愛いから盛り上がって、急に高校の話で盛り上がっちゃった。金のだるま、ありがとうございます。カタフレ2やろ、やりたい、やりたい。どっちさんに会いたい。イッテ Q でしか見れて会えてない、なんかお母さん。ラーメン部で沖縄行って
て私の修学旅行の民泊のお父さんお母さんに会いに行く寄り道めっちゃ意味わかんなくておもろいけど、それ実現したら夢みたい。それじゃあ外かと思いきやずっと中にいました。実はドッキリ大成功。はい、沖縄ジョークでした。チャリバ町でスクショタイム。そうだと思ったでしょ、みんな騙されたでしょ。てってスーだったんですよ。ほらよく見てみ、風が吹いていない室内でしたみんなノリ良い、ノリ良くて大好き。はい、はい、スクショタイム。南極かと思ってたの。空よりも撮りましょう。最後のシーンだ。シーンのダウン、かわいい。スクショタイム終了。今日はすっぴんです。最近肌荒れしてます。治りません。かわいい、ありがとう。肩の調子は痛いです。テンション間違ってる。13位からじゃあ呼びます。13位ミスターさん、12位てっちんさん、11位りっくん、10位しゅうちゃん、9位からしさん、8位たけめぐさん、7位ぬっくん、6位おたるっちさん、5位いつかの少年さん、4位せいじれいなさんがとても心配ですさん、3位まゆちゃん、2位ウロトロナナさん、1位赤節さん、ありがとうございました。でもね、もう一つのドッキリシーっていうと、なんかダウン着てても寒い、やばくない？この家足が寒いともう寒いよね。モコモコの靴下でも履こう。それではありがとうございました寒いんかい。一番のドッキリ、エアコンの下に物置いてるからだ絶対。ありがとうございました。バイバーイおやすみみんな。体調に気をつけてゆっくりお休んでください。